はようございます。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから朝自分を整える瞑想を行います。ぜひ毎朝の習慣として取り組むことで一日を心地よく始めることができます。それでは全身を伸ばして瞑想を行うことができるように座ってみましょう。目は薄めぐらいの半眼にしてみます。難しい方はやりやすい方で結構です。それでは呼吸法を行って朝の心を整えていきます。呼吸法は鼻から息を吸って、口からゆっくり吐いていきます。ペースを誘導しますので、誘導に合わせて行ってみてください。それでは、吸って、吐いて、吸って、吐いて、もう少し深く呼吸をしてみます。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、それでは自然な呼吸に戻してください。この自然な呼吸のまま呼吸に集中していきます。朝は余計な雑念が浮かびにくくなっています。ただ、呼吸のみを感じてください。今、心を静かに呼吸をしている自分がいる。今、ここにいる自分を感じていきましょう。そして徐々に体が目覚めるにつれてあなたの心も
目覚めていきます。心が目覚めていくと、とても落ち着いた状態になります。心が泣いた湖のように、とても美しく周囲の自然を投影しています。今日も一日を送れることに感謝。今生かされていることに感謝します。それではこの心地よい気持ちのままで今日一日を過ごしていきましょう。